からね、ありがとうございますって。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、帰って帰って僕の帰って、うん、シェーマンして食べましてね、うん、島根のコシヒカリ、我が家初めて食べる無精米。さあ無精米です、どうしましょう。あれねえ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 、リュウジ、ほらやっぱり鍵山さんって方が作ってんだよ。あ、これ農家の人なんだ、すごいや。うん、じゃあ本当の農家のお米なんだ。そう、すげえな。うん、鍵山さんありがとうございます、ありがとうございます。うん、いただきまして。なんてメーカー銘柄なのかな、島根米、島根米初めて聞く。これはすごいわ。うん、これ見てごらん、ほら一つちょっと見てみ、ほらこんな、うん、真っ黒なわけじゃないけど、でも黄土色ぐらい、黄土色。うん、これ精米するんだよ、精米機で持っていくの、うん、色的にはこんな、うん、ねえ、ハムスターみたいな、ハムスターみたいな、不思議でしょ。ここまで栄養がついてるんですよ、つくとぬかになるの、取ると。なんか、なんか知んないけど、こういうのって基本的にあれだよね。ん、うん、これあれだよね、こういうの基本的に何、あの茶色袋に入ってるのは基本的に白い米じゃないもんねこれから真っ白になるんですよ、で、ね、こういうもらったさ、その米あるじゃん、うん、あれもちょっと精米してあるんだもん、これ、これのが長持ちする。うん。昨日すぐ食べちゃうけどね。もうご飯かって。飯か飯かって。まだだよ。サラサラしてるよ。うん。みんな精米してるけど、重すぎてさ、いけないから。じじじゃ腰が悪くしちゃう。これでもどこから行くの？それで車で精米して持ってくの、精米所に。精米所。うん。精米所に持ってきますって。で白くしてで食べる。そっか、だってこれだって基本的にだって茶色の袋はこういうサムみたいに茶色の袋基本的にあれだからね。何お前そわそわしてんだよ。ヤニ、はい。皆さんもね、風邪気をつけてねって、ママかな。うん。風邪を気をつけないとダメだよってか。ああ。本当だね。風邪ひっちゃうよ。寒いし。もう冬自宅だよな、マークな。そんな感じです。姉ちゃんがね、体がだるいって来てくんなかったね。しゃあないね。マーク一人遊びだね。そんな日もあるね。最近ね、りーちゃんのいろいろ、なんだっけ、いろんな習い事が大変でね、いろいろお休みする日が多くて、マークのとても大変だからね、来れないんだよね。うん、今日は土手測量してて大変だ。マックちょっとおいで。マック、ね、土手ね測量してるんですよ、なんかね。また工事が始まるみたいで。工事の人がたくさん、車がねたくさん止まってるからね。うん、来たり来たりだからね。工事現場の人は脅かしは大変だからね。マックの場所だって脅かしたら大変なんだ。そんなもんなんでね、困っちゃうね。こじんまりの日ですね、うん、野球もやってるし大変だ。今日もね、なんかね、ニュースは、うん、流行り病ばっかりで大変だよ、本当に。本当にね、重症者とかね増えちゃって、病院は晴れない人出てくる、これからね。しょっちゅうとか多いよね、冬になるとね。大変だよね。皆さんもね、予防しないといけない、いろいろね。ほんと、いや、病気になれないのがちっちゃい。風邪ひいても見てくんないしね。大変だよ。マークたちも大変かもしれないね。うん。マークたちも大変だって。俺らも大変だ、海の方に入って。まあ、そういうことです。